インターナショナルレースオブチャンピオンズは、アメリカ合衆国において開催されていた、自動車レースのオールスター戦の名称をおよび、そのレースシリーズである、トゥルーバリューアイオロシーを主催していた組織。ポルシェカレラ RSR アイオロシーアメリカの主だった、レースで活躍する中から選ばれた6人から12人のドライバーが、同一の整備士が整備した、ストックカーで速さを競うレースである。これにより、 各界から選出されたドライバー同士が純粋にその技量だけを競い合うことが可能となっている。1972年よりデビッド・ロックトンにより立案され、1974年に団体が設立、最初の競技が開催された。年間4回行われ、その中で最も高いスコアを出した者が優勝となった。IOC により最初に選出されたモデルはポルシェカレラ RSR であった。 また、最初の優勝者は F1 ドライバーのマークダナヒルであった。1991年まではロードコース、オーバルコースが使われていたが、1992年以降はオーバルコースのみの開催となっていた。しかし2007年にスポンサーが確保できず中断され、以降復帰に向けて調整を続けていたが、2008年3月に組織は倒産し、資産は 競売にかけられた。ありがとうございます。